ちなみに確か日本一とかなって優勝した時とか開幕3連敗してからの優勝とかしてるんで、まああれですよね、ライオンズからしたら、はい、油断はできないし、はい、でまあ新庄さんも現役で交流戦で初めてね、うんうん、ヤクルト対日ハムであの打席で僕キャッチやってて、はい、打席に新庄さんが立ったことなんですけど、はい、まあかっこよかったっすよ。うーん、挨拶するんですけど、はい、1打席目よろしくしますみたいな、よろしくみたいな、わーピカーンって真っ白なピカーンってよろしくっつって、はい、その後からうわーすげーいい匂い、すげーいい匂いする、うわーいい匂いと思って新庄さんやばいとか思ってちょっと甘く構えちゃいましたもんねちょっと甘く構えちゃいました陽気ぐらい真っ赤ぐらい、ランナーいなかったからちょっと打たれようかなみたいな、すごいいい匂いして、あいい匂いするわと思って、すごい香水なんだろうな、いい香水使ったな、うーん、すごい